ッちゃんのエグ来たなのーねー、本当に、いやーね、いろんな人が来るんですよ。このコーナーは本当にもう節操がないんですよ。コンセプトっちゅうもありません。お坊さんからジャズマニア、作家の北方健三さんだったりね、いろんな方がお見えになるんですけど、作者のエグ来た、私が日本放送アナウンサーの桜庭良平です。そして塩澤秀正です。今日はね、はい、なんと日本放送で、うん、早朝ずっとやってた番組の、うん、長官富士っていう番組があったんですけどね、今日全体的にすごいトーンが低いんだよ俺なんでですか、なんでいつもゲストが高いじゃないですか。だいたい低いね、ずっと低めで抑え気味で朝のね、ですよね、朝のなんか声聞こえたら姿見ない感じある長官富士っていう番組があって、そこでアシスタントをね、相方をやっててくれた、広田みゆきというね、広田みゆき嬢っていうのがいるんですよ。お。これがね、今日来てくれたんですよ。おー。広田みゆきさんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はじめまして。この写り、すごくなんか、大きさがバラバラ。ちょっと遠近感おかしいでしょ、これ。でもこんな下がらないでくださいよ。こんなに違うわけないでしょ違いますよね、これぐらい。はい、大丈夫です、どっちも。大丈夫です、はい。ということで、実はね、さっきも紹介したんですけども、はい、千葉県にお住まいの翔太さんね、はい、宅配の運転手さんから、はい、今日は広田みゆき嬢が生出演なんて楽しみだよと。ありがとうございます。お天気キャスターの声しか聞いたことがないからイメージが膨らみます。はい、芸能人で言ったら伊藤美咲に似ているのかな、なんていうね、質問をいただいて、こういうちょっと変な人からも来てるんですけども。すいません。これが広田みゆきで、はい、実は日本さん今天気予報、やってます、ね。毎日やってくれてるわけですよね。はい、はい、やってます、はい。ということで、簡単に自己紹介していただけたり。自己紹介ですか、はい、嬉しいですけどね。今ですね、はい、大吉ラジオという番組、それから、松本秀夫さんの番組のところでお天気を、月曜から木曜日まで2本入れております。広田です。テレビ目線で今、カメラ目線で。そうですよ。やりましたね。久しぶりに、カメラ目線で。うん、はい。ということで、ヒロどうですか、はい、こういう。そうね。4.3 畳に住んでんだ、今。いや、引っ越したんですよ、私。引っ越したの。お広くなっただけ。広くなったんですよ。待って、もちろん。いや、6畳ぐらいに。うわぁ羨ましい、ちゃんと。ちゃんと落ちまでついてる。そう。いや、落ちじゃなくて、本当に。失礼ですよ、この人。ねえ、今日初対面なんですよ、私。初対面。やっときますけど。ちょっと言葉足らずでごめんな。いや、ほんとに。こういうの悪いやつ。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いい男でのね。ちゃんともね。これが好きで、この間韓国に旅行に行った。そうなんですよ、あ、でも最近すごい近いんですよね、韓国。で、すごい行きやすいんですよ。はい、何気なく言ってますけど、広田みゆきさん。はい。今日何で来たんですか？呼ばれてきましたよ。呼ばれて飛び出てきた。じゃじゃじゃんって。なんか怒られてるでしょ？北方健三とかさ。ね、すごい人が来るコーナーなんですよ。いや、北方健三さんって、広田みゆきですよ。聞きたい、聞きたい。数々のね。弱みを握りたい。そうそう。あ、やっぱり、今度こっそり教えてあげますね。なんか酒飲んだ時の話するよ。何のことかな？この人は酒を飲んでより飲まれる方が好きです。そうなんですよ。どうも飲まれちゃうタイプなんですよね。すごいよな、記憶がね、コーンってなくなっちゃう。そうなんですよ。ないですか、記憶。あ、でもお酒飲んじゃいけないんだ、まだ。19歳なんで。19歳。はい。お母さんいくつだっけ ?46 です。桜庭さんと変わんないじゃないですか。だから、兄貴っていうことで今やってるんだ。そうそうね。お父さんだ。はい。ある意味お母さんみたいでしょ。いや、全然綺麗ですよ。ありがとうございます。本当綺麗、本当に綺麗ですよ。え？本当に綺麗です。なんか持ってくればよかったかな、プレゼント。これどうですか？それさっきからあったんで。あ、そうか。大丈夫です。大丈夫ですよ。もう、ヒレもだいぶね、はい。岩谷上司が来るんで、来るかもしれない。来るかもしれない。ちょっとやってみてくださいよ。あ、俺から？俺から。うん、うん、うん。今夜から明日にかけて。ちょっと待って。そんななんかラジオのニュース、演じてね、天気予報で今回じゃなかったでしょ。なんか当たった？大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。なんか悪いもん食べさせたんじゃないですか？大丈夫です、大丈夫です。もう書きます。はい、はい。いきます。今夜から明日にかけて、真冬並みの強い寒気が関東の南岸まで南下するでしょう。冬型の気圧配置が強まる見込みです。関東の北部山沿いでは雪、大雪に注意が必要ですが、首都圏など関東平野は乾燥した冬晴れが続くでしょう。風や、うがいを、風に注意してうがいをしてください。
日中は晴れても気温は8度から9度までしか上がらない見込みです。真冬並みの寒さが冷たい北風、真冬並みの寒さで冷たい北風が身に染みそうです。上着を忘れずに出かけてくださいね。できたんじゃない？できたんじゃない？ちょっと。これを受けて、広田さんどうですか？今の天気は。南西じゃなくて南岸って読んでいただきたいのが一つとですね、うん、あと、風に注意とかね、上着を忘れずにとか、優しい一言が良かったと思います。テストレイって何点ぐらいですか？75点。おぉ、75点満点ですか、うん、甘いんじゃないの甘いかな、またヒロトちょっと甘いんじゃないの、ありがとうございます。いい男に甘いから。今、ものすごいでもヒデさん緊張してたよ。ヒデさん。ちょっとね、失礼しましたね、手がね。こういうところがまたこういう可愛いとこまた目立つんだよ。そうそう。こうやってまたちょっと隣に座ってるといい香りするだろ。うん。俺と違うだろ。全然違う。カレー臭といい香りが。そうそう、なんかもう、こう、どうも、この間が空いちゃいますからね、こう、伝わった。すいません。いや、今75点だって。いや、緊張した。じゃあさ、うん、プロの、聞いてみたい。こういう選挙もやってますよっての聞いて、もう一回最後に来てやる、ね。はい、はい、はい。わかりました。じゃあ、広田さんお願いします。はい。ラジオ中央でいいですか、はい、はい。今日はダウンジャケットが大活躍したのではないでしょうか。朝の最低気温は 2.9 度。この冬一番の冷え込みとなりました。日中は日差しのおかげでなんとか 10.2 度まで上がったんですが、それでも1月の真冬のような寒さとなりましたね。でも今夜から明日にかけても北から真冬並みの強い寒気が関東まで下がってきそうなんです。冬型の気圧配置が強まる見込みです。東京地方、今夜は晴れ。明日も一日よく晴れるでしょう。そして明日日中は8度までしか気温が上がりません。今日より2度ほど低いんです。そして明日の朝ですが、ちょっと聞いてドキッとしますね。2度の予想ですよ。底冷えの寒さです。どうぞ今夜は暖かくしてお休みください。空気も乾いていますからね。どうぞうがい手洗い忘れずに気をつけてくださいね。以上、天気予報でした。すげえ。おいおい、何言ってんの、これ、あと。ちょっと待って、ちょっと待って。マジ？あれ、おかしいよ。すごい、ほんとすごい。本当に天気予報だ。ちょっと待って。お前、俺にない感動してるじゃないか。おい、おかしいぞ、それ。違う違う、本当に。ね、お前だけじゃなくて、スタッフもそうなんだよ。うわーって顔するんだよ。すごい。今まで俺何回もやってきたの、ああいう感動の表情一つもなかった。嬉しいですね。いや、本当にすごい。そうです。私、天気予報読んでこんなに感動されたの初めてです。だって、桜庭さんとずっとやってる時はですね、お前の天気は。ね、そうですね。はい、いじけてる、いじけてる。やってみるか。はい。の心を込めて、明日寒いんだから気をつけてねっていう気持ちを秘めて読むんだ。はい。ね。はい、誰に伝える？リスナーの方に。ね、はい、いいよ。今日はおでんが美味しそうですね。今夜から明日にかけて真冬並みの強い寒気が関東南岸まで南下するでしょう。はあ、冬型の気圧配置が強い。わかんない、はい。関東の南部山手では雪。わー、綺麗ですね。大雪に、大雪に注意が必要ですが、まあ、長靴とかで出かけてください。首都圏など、関東平野は乾燥した冬晴れが続くでしょう。この季節はね、うがいなどをして、風に気をつけてください。日中は晴れても、気温は8度から9度までしか上がらない見込みです。真冬並みの寒さ続きで、ちょっと待って、忘れました。ドキッとするんですが、明日は2度寒いですね。冷たい北風が身に染みそうです。ダウンジャケットなどを忘れずに出かければいいじゃない。お前ドキッとするとかさ、ドキッて言いたかった、ドキッとするけど義務なんだよねって、全然寒さが伝わってこないんだよ。違う、ドキッとっていうところ言いたかっただけで、飛んでると明日雨になるんだよね。ああ、それはなんだ、わかりますね。なんでか知ってる？避けるためですね、雨を。雨に濡れると飛べなくなっちゃうからですよね。生活に密着した天気予報だと思います。ね、だから天気予報の見方ってラジオでもテレビでもいろいろありますけれども、うん、そうやって何気ない生活の中、うんあはい、募集しております。はい、で今日初めてヒロトさんの顔を見たという方もいらっしゃると思いますけどもね。はい、伊藤美咲にはもう全然似てないんですけれども、はい、どういう相手がいいですか？相手ですか？うん、条件の方がいいですか？聞きたい。うん。じゃあ、あまり私、理想は、
別にないんですよ。嘘嘘嘘嘘。そう言っててね、もう本当に理想高いんだ、これ。ちゃんどんもんとか。高いですよ。十分高いですよね。何を言ってるの。でも私本当に好きなのは、うん、本邪魔かの石塚さんなんですよ。おー。わかります？今出るから。この、わけわかんない警備は俺だよ。さっきから息苦しくてしょうがないんだよ、手が飛んでも。本当に。この赤が良さそうテレビ仕様でも、本当に、はい。ということで、今日もこの後は、広い6畳の部屋に、ね、帰るわけですね。もう嬉しいですよ。はい。それで、この後はね、外であの、彼氏が待ってるとかね、これから食事行くっていうのは、まっすぐ家に帰るようですね。ということで、今日は、天気予報で、京都みゆきさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。